このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。この時間は柏レイソル対川崎フロンターレ、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。柏はこの試合3-5-2というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、ちょっとしたオフェンシブの位置にいる選手が攻守の守備の間によって考え方が変わるシステムですね、はい。まあ、従来ならば伝統的な役割をこなすスタイルが主流でしたけどもね、この場合のトップ下はどんどん飛び出しての得点力は求められますからね、はい、攻守の要となるポジションはもう一つ下のボランチになってますよね。なるほど、ボランチなんですね、ここはウィングバックの連携で最終ラインの陣地をカバーするのがセオリーになりますよね。それでいて攻守が切り替わると同時にビルドアップに参加しなきゃいけないので、はい、運動量と攻守の判断力が必要なポジションですよね。なるほど、まずファーストハーフ見ていきましょう。柏レイソル対川崎フロンターレ、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。脇坂、山根、脇坂へ裏のスペースを狙う。ジョアン・シュミッツから家永、速いパス回し、どうだ、チーハス、大きく縦へ、山根、さあ右へ預けて、サイドのスペースへ走らせる。いいボールですね。これ仕掛けるか、山根、川崎が先ほどから細かくパスを回しています。どうだ、シュート、来た、先制フロンターレ。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。さあ川崎、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯、チーム、いやー、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。スルーパスのタイミング、そしてボールをもらう前の動き出し良かったんですけどもね、このチャンスはものにしておきたかったでしょうね。川崎、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ左へ預けて、チーハス、ゆるく狙ったボール、おっと、いいボールですよ。山根、柏としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。家永へ裏を狙っていきます。中へのクロス、
大きく縦、いいプレッシャー、スルーパスを出す、シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。さあ、つながるか。これはつながりませんでした。山根、脇坂へ、シミッチへ、右サイドへ振って、裏へ届くか、抜けた、抜けてくる、シード、こぼれた、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。カウンターを仕掛けていきます。どうだ。さあ、家永。コーナーキック。再びコーナーキック。ジョアン・シュミッチ、ドルーズボール、サイドを使います、脇坂へ、脇坂へのボール、パスをつなぎます、ジェティエウ、イエナガへ、山根、ここで前を向けるか、ヘディング、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。前線に出てくる人数が多いですよね。一人で行く、スルーパスを出す、いいボールでしょ、いい展開ですね。ふわっと裏を狙う、いいボール入りますよ。さあ、カウンターを仕掛けます、裏のスペースを狙う、これはシュート、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。柏、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ジェジエウ、ジョアン・シュミッチからのフィードボール、いいとこありますよ。ジョアン・シュミッチからイエナガ、ヤマレ、中央へ折り返す、チーデン、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0、柏は先制点を与えたまま前半を終えました。守備をしながらやはり点を取りました。追加点取られてしまいました。差が開いてしまいましたね。柏レイソル対川崎フロンターレ、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半です。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。エメルソン、長いボール縦へ、これはつながりません。
脇坂、家永へ、山根、裏を狙っていきます。家永、クリスティアーノ、長いボールを振ります。上り坂、このボールをカットします。ああ、いい展開ですね。さあ、つながるか。フリーで受ける、どうだ。エメルソン、裏へのスルーパス、ここはキーパー処理しました。ジョアン・シュビッチ、スルーパスを狙う。武藤、ふわっとしたボール、シュート。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。川崎、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。両チームともメンバー交代があるようです。上り坂、上り坂から大きく縦、さあ行くのか、強引でも行くのか。さあ上げる、中央へ、このクリアボール拾いたい。中人数揃っている、どうする、渡ります。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。柏としてはシュートまで行く形がちょっと少ないですからね。相手が追加点を取る瞬間、そこを狙う簡単なチャンス、ここは逃さないようにしたいところですよね。縦にボールを入れます。さあカウンターのチャンスになります。シャルジソン、大きく縦へのアーチ。川崎は先ほどから見ていて、前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙っているんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないと、この戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。スペースを狙う、スルーパス、フリーだ、シュート、決まった、追加点、ダメ押しゴールとなるのか。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。柏は選手を変えるようです。さあ柏、同時に2人の選手が入れ替わります。さあ川崎、得点を重ね2対0という展開。
川崎としては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね、上り里、上り里から緩いフィードボール、縦へのボール、裏を狙う、シュート、さあこのボールであと1点というところまで来ました。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。さあ柏、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。あと1点ですよ。裏のスペースを狙う、 いいボールだ。家長へのボール、いいですね。中央、頭、うわ、北澤さん、いいシュートでしたね。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。川崎はメンバーチェンジです。上り里、山村へ、さあ左サイドへ、自分で行くのか、自分で行くのか、枚数いる、中につなぎたい、ファーサイドへのボール、この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。三つ丸、柏としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ボールのゴールパス、いいボール入りますよ。足元大事にいきます。山村、これはファール、まだ笛は鳴りません。どこ狙ってきますかね。来る前、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。小林、右サイド上がっていきます。抜けてくる、小林からのシュート、決めた、フロンターレ、これがダメ押しゴールになるのか。記念、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、この動き出し、まさにこのゴールでしょうね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今日2点目です。さあ川崎、ここで笛です。3対1、柏残念な結果となりました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。柏としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったですね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。柏が3対1、2点差で敗北を喫しました。